刺身にベーコン、さらにはステーキまで、数々のクジラ料理が並びます。うん、初めてクジラ食べたんですけども、臭みもなくて、こう食感もコリコリしていて歯応えがあって美味しいです。その味わいは最高峰と称される長須クジラ。おととい、全国に先駆けて札幌の中央卸売市場で試食会が行われ、市場関係者がその味を確かめました。臭みがなくて とってもフレッシュですよ。美味しいです。とっても肉肉しくてすごい美味しかったです。私はクジラ大好きなので、これからいろんな方食べれるようになったらいいんじゃないかなとは個人的には思いますけど。十分な資源量が確認されたとして、今年7月から商業捕鯨の捕獲枠に追加された長須クジラ、市場に出回るのは先月東北北海道沖で捕獲された4頭です。クジラだけを保護するということで、やっぱこの生態系のバランスが崩れる心配があります。ですので、その水産資源、他の水産資源を守る意味でもクジラをしっかり、取って食べていくということが重要だなと考えています。長須クジラの商業捕鯨が行われるのはおよそ半世紀ぶりのこと。クジラの日である9月4日から札幌市内の飲食店などで提供されます。まあ、長須クジラ、食べていただくのが、初めての方が多いんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、もう天然の肉というような感覚で食べていただいたらいいんじゃないかなと思っております。